白耳生地は、生地目生地か、耳生地属に分類される鳥類。耳生地属の模式種。別名白化系。中華人民共和国中華人民共和国中華、人民共和国インド北部。中華人民共和国全長86から96センチメートル。翼鳥オス二十27.2から34センチメートル。メ十26.5から30.8センチメートル。 体重オス1.8から2 8キログラム、メス1.6から2キログラム。オハの枚数は20枚で、中央部のオハは、棒状にならない。頬から口頭にかけて羽毛が、やや伸長する。ミミキジ属の属名、クロスプテラン、および、主相名クロスプテランは、棒状の羽の意で、頬から伸長する羽毛に由来する。または、名やエメイヤードはこの羽毛が、 耳のように見えることに由来する。しかし、本種の羽毛は属内では発達せず不明瞭。頭頂の羽衣は黒い。お葉は紫身を帯びた白や灰色で、先端は青緑色。顔には羽毛がなく赤い皮膚が露出する。交際は大色。くちばしは赤身を帯びた黄色。卵は長径6センチメートル、短径4.2センチメートル。殻は 泡灰色や泡褐色、海緑色。胴体の羽衣は白く、翼は、暗灰色。全身の羽衣は、泡灰色。腹部の羽衣は白い。全身の羽衣は白い。全身の羽衣は、灰色や、青灰色。腰の羽衣や脇部の上面を覆う羽毛は白い。アッシュ、チベット白耳生地を、独立種とする説もある。 標高3000から5000メートルにある森林などに生息する。冬季になると標高2400から2800メートル周辺まで移動する。植生は雑食で、球根、果実などを食べる。繁殖形態は卵生。木の根元に卵を産んだ例があり、4から7回の卵を産む。放卵期間は24から25日。開発による生息地の破壊。 食用や飼育、白生目的の乱獲などにより生息数は減少している。ありがとうございます。